こんにちは、ケツスノーボーディングの渡辺大輔です。今回は232用のニューモデルのボードを紹介したいと思います。僕が今乗ってるのがエクスカベーターランドスケープシリーズのエクスカベーター158になってます。この板のすごいところ、浮く、曲がる、飛べる、3拍子これに限りますね。アウダー行った時もすごい浮力あっていいんですけど、グルーミング、あとこういう面で乗らなきゃいけない時とかはウエストも太くてめちゃくちゃ乗りやすくて、しっかり組み込めて全身使って滑れるのかな、飛びたいなっていう気持ちも滑ってるとあるんですけど、この人すごいポップもあるんで、ジャンプとかサイドキックもめちゃくちゃ調子よくなってます。で、あとバインなんですけど、これ来年からフルモデルチェンジで新しくなるんですけど、今使ってるのがエディションっていうモデルで、硬さ的には中間ぐらいの硬さになるんですけど、一番の特徴はバインディングの素材が植物由来からできてて、環境に配慮したバインディングになってます。クッション素材も新しくなって、ブーツのソールと同じ素材使ってかなり衝撃吸収も良くなってるんで、すごいおすすめです。ぜひ紫スポーツに行ってチェックしてみてください。